おい、知ってっか、ピンクの悪魔の噂。砂漠フィールドに出没する待ち伏せ PK だろ、ケンジがやられたってよ。マジか、すっげえ保護色で3メートルまで近づいてもわかんねえらしいぜ。しかも小さい上にすばしっこい。ありゃ相当アジリティ上げてるな。ピンク野郎の獲物はチェコのサブマシンガン VZ61 2丁。銃まで小さいのか、徹底してんな。で、全身ピンクの保護色で相手に近づいて、いきなり相手の顔を見る間もなくやられるってよ。噂以上に小さいのね。はじめまして、ピンクの悪魔ちゃん。